こんにちは、ふみです。本日はですね、今日村子さんが新しく情報をツイートしてたので、そちら見ていこうと思います。まずですね、こちらオーディンドラゴン降臨、新降臨ダンジョンなんですけども、まあオデドラのね進化に合わせたダンジョンになってますね。奇跡が落ちるってやつなんですけど、今回はこちらが3月21日、月曜日ですね。もう次の月曜日の12時から来るダンジョンでして、アシスト無効かな、またアシスト無効なんですけど、今回はリーダーと助っ人は、固定なんですね。はい、オーディンとガイアドラゴンが固定ですね。まあリーダーチェーンとかでもいけそうなのかな、わかんないけど。でオデドラをね、新しく進化が来るんですけど、その進化素材の奇跡がドロップするよということですね。初クリアでイベント2次メダルももらえちゃう。新しくね超転生が追加されたオーディンドラゴンなんですけど、まあ奇跡が4つ必要だっていうところで、まあちょっとね周回は必要なんですけども、性能がですねすごいことになってまして、はい、こちらですね、超転生オーディンドラゴンなんですけど、バインド耐性スキブプラス封印指が2つ、 LG 回復 LG、追加攻撃超コンボ強化が2つで、超覚醒がスキブプラス無効感雲操作負荷 LG。 もうね覚醒の時点で結構強いですね。無課金キャラですからね。スキルが消せないドロップ、バインド覚醒無効回復、HP 回復4種かな、4種全回復の、2ターンヘイストでスキルが進化しますと。で進化スキルの先が消せないドロップ、バインド覚醒無効状態全回復6ターン、3種全回復が6ターンになりますね。はい、これ普通にめちゃめちゃ強ない？まず2ターンヘイストを最初についてるっていうところで、まあね、変身しやすかったりリラチェンしやすかったりしますし、まあその後の進化スキルもね6ターンで3種全回復なので、かなり、ね、強いかなと思います。武器が2種類ありまして、ブレステッドの方がたこ焼きとそれぞれ耐性が3つついてる HP プラスですね。でスキルが3種全回復の、2ターンの間敵全体が水属性に変化が12ターン。そしてもう1個ティアラの方がチーム回復強化が4つ、強っ80% アップやん。で消せないドロップ、バインド覚醒無効 HP 全回復の4ターンのダメージ半減。いやこれは普通に使えそうだね。序盤のさ変身までの半減とかでも使えるし、まあ、これ積むだけでかなり HP が漏れるのでいいですね。これは作りたいやつだ。オーディンも、ティアラが追加されてまして、チーム HP 強化が2つのスキブの毒の HP 強化の2ターン変数なんだよね。これめちゃめちゃ強いね。もちろんねエンハンスもありますけど、2ターンヘイスト、スキブ2ターンヘイスト武器はかなり強いし、これ HP もね、まあ、ちょっと漏れるので、これは1体は絶対持っておきたい武器になるんじゃないですかね。はい、そして次がガイアドラゴンも能力調整が入りまして、かなり変わりましたね。多色方面になったんですかね。はい、スキルが1ターンだったのが2ターンになって、激減がね2ターンになって、ロック解除ついてなかったのがロック解除ついたっていう感じですかね。ちょっと滑舌が悪いけどね、まあ、リーダースキルはそんなでもないかな。はい、そしてオーディン、オーディンは覚醒は変わってないんですが、スキルが3ターンになった上に、操作時間も3倍になれて、2種全回復だったのが3種全回復が9ターンになった。はい、そんな感じで、オーディンドラゴン降臨と、まあ、それぞれのねあのパワーアップですね。そしてですね、同時にですね能力調整が発表されたのが、こちら大国と前田の2体なんですけども、見ていきましょう。超転生大国主、覚醒がバインド封印指2秒、超コンボウィーウィーですね。でスキルが2ターン遅延と覚醒無効全回復、2ターンの間操作時間と闇属性の攻撃力が2倍が10ターン。うん、ちょっと回収味がありますね、この覚醒が。で超覚醒がスキブプラスウェイ、暗闇完全耐性操作負荷暖房、転生前田の進化が超転生前田で、バインド封印指プラス画像ブレ5色攻撃が3つの十字の L 字、これなんかめちゃ強いよね。前田さんがめっちゃ強い。
で聴覚性がスキブプラス、読体性、完全体性、お邪魔完全体性、回復 L 字弾道、めっちゃ強いな。でスキルが4ターンの間強化ドロップが 50% の確率で落ちてくるダメージを軽減ランダムでドロップを入れ替える。まあループとかではないですけど4ターンごとに、まあ、軽減が晴れて、ドロリフが使えるっていうことですね。そして既存のオークに転生がね、調整されまして、これはどう変わったんですか。あ、覚醒無効状態全回復が入って、操作時間とエンハンスの倍率が2倍になって、ターンも一旦縮まってますね。なるほど。聴覚性は変わらないと。そして、転生の前田もスキルが変わってまして、3ターンだったのが4ターンになって軽減が入ったって感じですかね。っていうことで、まあ個人的にはオーディンドラゴンと前田が強いなっていう印象かな。で今回、課金する方はねオーディン進化記念セットあるので、まあ、オーディン持ってないよっていう方、まああんまりいないと思うけど、始めたてで持ってないよっていう方は買ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは、さよなら。